銀座共同校共同校は電気、電話、水道、ガスなどのライフラインをまとめて道路などの地下に埋設するための設備である。日本の法令上では共同校は2以上の公益事業者の公益物件を収容するため道路管理者が道路の地下に設ける施設と定義されている。電気、電話などの電線、光ファイバー類の場合は 電柱上に付設されることが多いが、道路の地下空間を利用して地中化することで、街の美観工場に役立つ。もともと地中に設置される水道やガスの場合は、直接埋められていたのが、共同校に入れることで道路を掘り返さずメンテナンス、できるようになる利点がある。ただし初期建設コストが高く、都市部を中心に、部分的な普及にとどまっている。東京の場合、 後藤新平の発案で整備が始められた。大型のものは人、さらには車両まで入れる空間があるものもあり、規模によっては地下鉄建設並みのコストがかかる。電線、光ファイバー類のみを収容する構造の小型のものも存在し、すべての電線類を地中に埋設した連続した有事工場のものに統合した CAB システムあるいは種類ごとに、 別々の管路を埋設し接続部のみを一つに統合した CC ボックスケーブルボックスの略などの形で建設され歩道下に設置されることが多い。なお、電線共同校について日本の法令では電線の設置及び管理を行うに以上のものの電線を収容するため道路管理者が道路の地下に設ける施設と定義されている。道路管理者が 道路管理用の目的で光ファイバーを付設したものを情報ボックスと称し、光ファイバーを民間に開放することで、電線共同工と同じ効果を生んでいるものもある。中立中心部の共同工ヨーロッパの都市では、元は上下水道などのためのものであったが今日でもガスや電気、さらには光ファイバー等近代的なライフラインを通している。ヨーロッパの都市部では、 日本のような電柱は古くから見られなかったが、これは道路に面していない家屋の側壁や屋根裏などを経由して地域配電していたためであり、絶縁不良による火災などがしばしば問題とされ、市中化が進められる要因の一つとなった。郊外や農村部では電柱による配電が広く見られる。2020年2月、大韓民国ソウル市中心部の南寺島にて、 共同校の火災事故が発生。多数のインフラが一度にダウンする事態が発生した。以降、朝鮮戦争が急戦状態にある韓国では、軍事面からも共同校の存在を重視し、国家重要施設に分類。首都防衛司令部所属の地下共同校防御部隊を配置し、テレビカメラやセンサー類による24時間監視、定期的な訓練を繰り返している。日本では、 アメリカ同時多発テロ事件発生以降、テロ対策を強化する中で、会議場等関連地域周辺の共同校を管理、及び警備の強化の対象としている。ありがとうございます。